おとといの記者会見で旧統一教会、今の世界平和統一家庭連合と接点があったことを認めた今津寛介旭川市長。教団の信者が幹部を務める教育関連の任意団体で顧問に名前を連ねていました。 HBC が入手した旭川家庭教育を支援する会の去年12月時点の役員名簿です。事務局次長の欄には旭川の旧統一教会の組織で幹部につく信者の名前があります。今津寛介旭川市長はこの支援する会の顧問についています。支援する会はいじめや児童虐待などの問題に対応する条例の制定を目指して発足。今津市長も去年の市長選で家庭教育推進条例の制定を公約に掲げ当選しました。旭川家庭教育を支援する会と旧統一教会との関連について今津市長の認識は、旭川家庭教育を支援する会が宗教法人とですね、関わりがある場合は、これは顧問に当然就任することができませんし、顧問に就任した際もですね、それが分かっていれば当然顧問には就任をしていません。おとといの記者会見では、宗教組織と関係ないことを調べた上で顧問を引き受けたと説明しました。また旭川家庭教育を支援する会の事務局次長だった旧統一教会の信者は、支援する会に迷惑がかかるとして先月支援する会を辞めています。あくまでも誤解なきように再度お伝えをしたいわけでありますけれども、そういった宗教団体の一部の方のご意見あるいは圧力などは私自身受けておりませんし、もしあったとしてもそういうようなことで政策が曲げられるということはありませんので、そこは市民の皆様にお伝えをしたいというふうに思います。今津市長は旭川家庭教育を支援する会と旧統一教会との関係について今一度確認をし、今後の関わりを考えると述べています。